八尾市立図書館。八尾市立図書館は、大阪府八尾市にある公共図書館。八尾市が管理運営する図書館には、八尾図書館、移動図書館を実施、山本図書館、四季の図書館、流下図書館がある。九百七十七年、昭和五十二年十二月に、八尾市図書館条例が交付され、八尾市農業共同組合本店の建物を買い取り、三階建ての 図書館として改装し、1978年、昭和53年1月17日の条例施行と、同日に8図書館が、八尾市本町2丁目1の12に開館した。開館当時の蔵書冊数はわずか3万5千冊であった。同時に1975年、昭和50年に運行を開始した公民館自動車文庫を移動図書館として編入した。 翌年1979年昭和54年7月には移動図書館の愛称を市民募集し触れ合い号に決定した。1983年昭和58年には東大阪市、柏原市と図書館に関する基本協定を締結、発行し三種図書館相互利用がスタートした。また年昭和年には 図書館開館10周年を記念して、記念し、八尾市立図書館10年の歩みを12月に発行した。1993年、平成5年11月には、山本地区、四季の地区に、八尾図書館と、同規模の地域図書館の整備が決定され、1996年、平成8年6月20日に、山本図書館が、八尾市山本町一丁目8の11に、 同年11月27日に、式の図書館が、八尾市式の町西一丁目さんに、相次いで開館した。1997年、平成9年11月には、図書館のウェブサイトが開設され、インターネットによる図書館サービスを開始した。1998年、平成10年には20周年を迎え、記念し、八尾市立図書館20年の歩みを発行した。 また、2004年、平成16年4月16日には、平成16年度、子ども読書活動優秀実践図書館として、文部科大臣賞を受賞、2008年、平成20年には30周年記念し、八尾市立図書館30年の歩みを発行している。特徴的なサービスとしては、八尾図書館の移転に伴って、2014年4月から導入された、 借りた図書の署名や借りた日付などを預金通帳のように記録する読書通帳とそれらを自動で印字してくれる読書通帳機がある。これは近畿地方の図書館としては初めての試みであり導入後における児童の図書貸し出し冊数は倍増近くまで増えた通帳は専用のものでないと受け付けない読書通帳導入当初は市内に在住 通学する小学生以下の子供のみに無料で読書通帳を配布していたが中学生以上の年齢層でも読書通帳を使いたいという声が多く寄せられたた、翌年の4月から無償での配布対象を中学生以下に拡大し、それ以上でも有償で交付を受けることができるようになった。2017年現在では市内在住の妊婦にも無償で提供している。また、 それ以外の利用者でも貸し出し権があれば優勝で作ることができる。読書通帳などの試みが子供が積極的に読書活動を行う意欲を高める活動について優れた実践であると評価され2016年度に子供読書活動優秀実践図書館に選ばれ文部科学大臣賞を受賞している。貸し出しサービスは貸出権仮出カードがあるものに限られている。 貸出券は以下のいずれかに該当するもののみが交付を受けることができる。貸出可能な図書館資料やその点数は上記の4番とそれ以外で異なっている。2008年3月からインターネットからの予約を受け付けるようになった。ただし4番に該当する利用者に対しては CD に限って予約を受け付けていない。返却は市内の図書館。 または館外に設けられた返却ポストが使える。開館時間は指定管理者制度を導入している、流下図書館と他の三館、八尾、山本、四季の図書館で異なっている。三館は平成期に段階的に開館時間の延長が行われ、水、木、金、土曜日は午後7時まで開館するようになった。指定管理者制度を導入して開館した、留下図書館は、開館日は、 全日午前9時から午後7時までと3巻に比べて1時間から3時間長く開館する。休館日は1989年に毎週日曜日を開館日とする改革が行われ、現在3巻では毎週月曜日、留月図書館では毎週火曜日が定休館日に設定されている。その他、毎月最後の木曜日を館内整理日として、また、 毎年2週間以内を特別整理期間、蔵書点検として、さらに12月29日から1月5日までに年末、年始として、それぞれ休館する。図書館が定期的に行っている催し物としては、次が挙げられる。八尾市立八尾図書館は、大阪府八尾市本町二丁目二の8にある、八尾市立図書館の一つである。2009年度統計によると、 蔵書数は22609点。移動図書館は含まないであり、他の二つの図書館との規模的な差はあまり見られない。蔵書の内訳は、図書212914冊、一般書122761冊、児童書9153冊、雑誌5039誌、その他2656点である。二千十四年四月三十日。 八尾市立青少年センター、近藤講師料館が共に入る新築の複合施設として移転開館した。地上4階地下1階の鉄骨鉄筋コンクリート作りである。児童書コーナーや読み聞かせコーナー、授乳室などの子供に対するサービスは1階で行われている。2階は一般書コーナーや読書テラス、対面朗読室などが置かれている。3階は 混沌校資料館などが、4階は学習室やリフレッシュテラスなどが設けられている。エントランスでは、これら1階から4階までを貫いた吹き抜け構造が採用されている。屋上には 10kW の発電能力を有する太陽光パネルが設置され、屋上緑化が施され、環境に配慮している。混沌工資料館は、複合施設の3階に開館する資料館である。 直木小作家、根東校を取り上げた資料館で、素顔、生涯、書籍、出会った人々、河内や尾風土器、書斎と語りの6つの常展示と企画展示が行われている。具体的な展示資料としては、東校大兵記の生原稿2000枚余り、著作を含む150冊程度の関連図書、根東校作品を原作とした映画のポスターなどが挙げられる。氏には、 公民館自動車文庫が、八尾図書館開館以前の1975年8月から運営されてきた。図書館開館に伴い、この自動車文庫を移動図書館として運行を開始した。1979年3月、1981年3月、1993年1月、2007年1月に移動図書館者は更新され、2017年現在、 運営されている移動図書館者は5代目である。4代目の移動図書館者は引退後にアフリカを支援する団体に無償で引き取られ、南アフリカ共和国で活動を続けている。移動図書館のための蔵書は2万冊余り、2009年時点であり、約3400冊の本を積み、2週間に1度程度の頻度で市内21カ所、 2017年時点を巡回して、貸し出し登録や資料貸し出し、返却、予約サービス等を行っている。2016年度の貸し出し数は延べ63,525点であった。電車での来館は、近鉄大阪線、近鉄八尾駅が徒歩約7分と最も便利である。JR 山和寺線、八尾駅からは徒歩約16分である。バスでの来館は、 近鉄バスの近鉄八尾駅前行き、有尾八尾行きなど、または大阪メトロ八尾南駅から近鉄バス近鉄八尾駅前行きが利用できる。いずれも下車バス停は八尾市役所前である。車での来館者は八尾市役所の地下駐車場が利用できる。30分までの駐車時間は無料だが、それ以上は料金がかかるシステムが採用されている。八尾市立。 山本図書館は、八尾市山本町1の8の11にある、八尾市立図書館の一つである。2009年度統計によると、蔵書数は19万3186点となっており、他の二つの図書館との規模的な差はあまり見られない。主な蔵書としては、図書を17万4423冊、一般書、119006冊、自動書、 55,417冊、雑誌を4,956誌、AV 資料を1,41本、その他1,766点所蔵している。山本コミュニティセンター内の1階から3階に図書館がある。ただし、3階に利用者が入ることはできない。1階は小説、エッセイ等のコーナー、2階は小説以外の一般書と自動書のコーナーとなっていて、 図書館内の階段で昇降することができる。カウンターは1階と2階に設置されており、利用登録などを行う場合と、AV 資料の貸し出し、返却は2階のみで可能である。それぞれの木座端に2台ずつ、蔵書検索用 PC が設置されている。地下には45台分の駐車場が設けられている。1993年、平成5年11月に、山本、四季の2、 八尾図書館と同規模の地域図書館の整備が決定された。そして、1994年、平成6年5月に、山本、式の領図書館の建設が開始され、1996年6月20日に、山本図書館が開館した。八尾市立式の図書館は、八尾市式の町西1の3にある、八尾市立図書館の一つである。2009年度統計によると、 蔵書数は18万710点となっており、他の2つの図書館との規模的な差はあまり見られない。主な蔵書としては、図書を16万5千100冊、一般書、10万6千59冊、自動書、5万9千41冊、雑誌を3990誌、AV 資料を1万482本、その他1138点を所蔵している。 式野笛住宅の1階にある。1993年、平成5年11月に、山本、式の2八尾図書館と、同規模の地域図書館の整備が決定された。そして、1994年、平成6年5月に、山本、式の両図書館の建設が開始され、1996年11月27日に、式の図書館が開館した。 八尾市立流下図書館は八尾市南大市道2-1-45にある八尾市立図書館の一つである。開館から2018年3月31日までの2年8ヶ月間は図書館流通センターを指定管理者とした管理運営が行われ。収蔵能力は開館版書が約52,500冊。 開花自動書が約1万5500冊、AV 資料を約3000本、閉架書庫に約4万7500点である。流下図書館は、流下コミュニティセンター、八尾市役所流下出張所との複合施設内にある。複合施設は、地上3階建ての鉄筋鉄骨コンクリート造りで、1階と2階の右側部分が図書館となっている。一階には、開花、閲覧スペース、 総合カウンターがあり、2階にはお話し室、対面朗読室などがあり、図書館内の階段で照合することができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。